はい、皆さんこんにちは。パトリオットテレビの時間です。キャスターの田村です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、やっぱり中国問題を中心にですね、まあ、久しぶりに遠藤誉先生においでいただきました。どうぞよろしくお願いしよます。よろしくお願いいたします。ね、今この米中貿易戦争の裏側ですかね、この本が出てましてね、結構売れてますね、これ。ありがとうございます。で、この本はあれですよ、前に出たあれですよね、中国製造2025の衝撃って本も、これも話題になりましたけども、ありがとうございます。今の本もやっぱりまだね、もう話題になってますね、特にそうね。ですね、おかげさまで。ありがとうございます。いつも遠藤先生の話っていうのは、なかなか新聞だとかメディアでは報道されないような本当の話といいますかね、まあ、裏側って言ったら裏側ですけど、まあ、真実の話をね、いつもお伝えいただくわけですけども、特に今回この本の中にもですね、米中ハイテク覇権争いの行方とか、それからファーウェイが狙われた本当の理由ね、意外とこれマスコミなんかにはですね、断片的にしか報道されませんけれども、遠藤先生の本を見ると、こういうことだったのかと、ってなことがね、よく分かりますのでね、非常に参考になりました。というようなことでですね、まずそのズバリね、今回本出されたでしょ、その本で何を言いたかったのか、その辺のところからお話しいただけますか。そうですね。まず一つはですね、アメリカの国防総省がある報告書を出しまして、 5G に関する報告書なんですが、その中でですね、アメリカは中国に負けていると、 5G においてですね、そのことをアメリカが堂々と言ってしまったっていうのは、私には大変に衝撃的でございました。したがってそれに関してかなり分析をしたというのが、この本の特徴であるんですが、もう一つはですね、やはりこう G2 といいますかですね、米中が二極化するというような状況の中で、果たして日本はどちら側について、今後行動していくのかと、すなわち、例えば、こう言ってはなんですが、習近平国家主席を国賓として招くということが、世界に対してどのようなシグナルを発していくことになるのか、そういうことも考えたいということを考察いたしました。それでですね、米中貿易戦争、この行方というのが今一番最大のテーマなんですけども、冷戦の時代はね、ソ連とアメリカが冷たい戦争をしましてね、で、軍事的に、経済的にソ連が破綻して、結局アメリカが勝ったと。で、冷戦が終わってからですね、あまりに表沙汰になってないんですが、実は日本とそうですアね。メリカの経済大戦争だったんですよすね。ごくそう思いますよ。半ね。導体とかね、そういそういううことこにと。関してだからね。30年前のね、例えば株式の時価総額の企業なんか見ますとね、トップ50の中に30以上日本の企業入ってる。恐ろしいですね。ね。ところすがごい。今の場合は、なんか1社しか入ってないですね。だからそんなことなんかがあってですね、だからそういう意味で言うと、まさに冷戦の時はアメリカにとっての最大の敵はソ連。で、その後の敵は実は日本だったそうですね、と。おっしゃる通り。ね。で、日本がこんなになっちゃったもんだから、今度いよいよ次は中国だと、いうような感じになってるんじゃないかなと思うんですが、それでよくね、月リディスの罠という話があるんですけどね、その辺のことをちょっとね、ご説明いただけますか。ありがとうございます。月ティデスの罠というのは、皆様ご存知のように、2400年ほど前にですね、スパルタっていうのがものすごく強かったわけですね。で、それに対してアテナイというのがどんどんと成長してきた。そして、スパルタを追い抜いて世界一になりそうだったので、スパルタはけしからんということで、アテナイを抑えつけるためにペロポネス戦争っていうのを30年間にわたってやったわけなんですね。で、アテナイの哲学者である月ディテスさんという方がですね、あの戦争は結局ナンバーワンがナンバーツーにキャッチアップされようとしている、あるいは追い越されようとしている、その時に何が何でもナンバーツーを絶対に押さえつけてやっつけてやるという、その戦争であったんだという非常に原理的な考察をなさって、それ以降ですね、月ディドゥスの罠というふうに、このような現象を呼ぶということになって、
結局今アメリカが中国をやっつけようとしている、うん、あるいはかつてソ連をやっつけようとした、うん、そしてその次には日本をやっつけようとした、うん、で今回は、まあ、中国をやっつけようとしているんですが、うん、これらは全てスキディズスの罠ということで、うん、アメリカが常にナンバーワンでいなければ、うん、まあ、あの落ち着かないといいますかですね、うんうん、そういうことなんじゃないかなというふうに思います ね。米中の、ね、貿易戦争が始まってからはですね、はい、多くの指揮者はね、まあ、これは簡単にね勝負ついちゃうと、圧倒的にアメリカが軍事的にも経済的にも技術的にも、勝ってるからもうそれはもう簡単にね中国はもうあの負けちゃうよとってな話をしてたんですが、それから1年ぐらいこう見るとですね、なんかそうではないなという感じが、うん、あの出てきてるんですけど、その辺いかがですか？そうですね、やはりそのグローバリゼーションの中でですね、はい、例えば、はい、この図をご覧いただくとあの、はい、いいかと思うんですけれども、はい、まあ、あの中国のですね、はい、対米輸出、これは2019年、はい、今年の1月から10月までの、はい、データでございますが、はい、対米輸出は、6.8% 減少しているのに対して、うん、対米輸入、うん、アメリカから輸入するものはですね、うん、21.5% も減少している、うん、で日本はですね、2.8% の、うん、あの増加で、そして今度その対日あの輸入に関しては 2.9% の減少だということはですね、うん、何を意味しているかというと、うん、やはりこの貿易戦争というのはアメリカが言い出したものですので、うん、やっぱりどうしてもアメリカにこう、そのフィードバックといいますか、うん、反動が、いくというのは当たり前で、うん、したがってアメリカはどちらかというと、うん、まあ、非常にこう損をしている、輸出できなくなるわけですから、うんうん、でそれはそのサプライチェーンというのがあって、うん、まあ、あの中国の例えばファーウェイならファーウェイですね、うんうん、ファーウェイの製品を作るためには、うん、アメリカの何百社から の、 その半導体をもらっているというようなことがありますの で、うん、でそのアメリカの企業は、中国に輸出することによって反映しているというのがありますから、うんうん、それが輸出できなくなると、うん、なると、まあ、アメリカ企業にすごい大きなダメージを与えることになりますね、うんうん、したがって結果としてはまあ、あのトランプさんが言い始めて交換税をかけているのでアメリカの経済が、うんうん、この分だけ損をしていると。そうなんですよね。だから結局関税をかけているから、はい、中国があの税金いっぱい取られるんじゃないかと思ってるんですけど、そうじゃなくて結局関税っていうのはアメリカ人が払うって言うんですよね。そういうことになりますね。結局そういうことなんですよね。そういうことになりますね。したがって中国としてはアメリカから輸入できないんだったら、うん、じゃあ日本から輸入するよと、うん、で日本にニコニコとしてですね、うん、そしてまあ日本から、できるだけ多くのものを輸入しようとしてる、うん、であの確かにそうは言っても減少してるんですけども、うんうん、これはメイドインチャイナになったが最後ですね、うん、結局交換税かけられるから、うん、他に輸出あのアメリカに輸出することができませんね、うん、だから他の国に回して、うん、製造してそこの製品として輸出すると、うん、それならば交換税がかからないから、うん、で中国は日本にニコ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 してですね、うん、アメリカがダメって言うんだったら日本と、貿易を盛んにすればいいんだからと、うんうん、で日本はまあ少し控えながら、うん、しかし、アメリカほどストレートなあの影響を受けませんので、うん、あのやはり中国とは、まあ、あの仲良くしながらやっているということですね、うん、したがって、ね、まあ、はい、アメリカがこのサプライチェーンの中でですね、はい、まあ、アメリカが損をしているということが言えるんじゃないかなというふうに思います ね、 そのサプライチェーンのことでですね、何か調査というか、そう あるんですか、あのサプライチェーンでですね、要するに、公聴会が行われて、5月の15日にファーウェイがエンティティリストに乗りましたでしょ、はい、そうするとそれに対してですね、ファーウェイに輸出を、禁止するということに賛成か否かということで320社ほどの、うん、アメリカの企業を、米議会に呼んで、まあ、あれですね、公聴会っていうのを開いたわけですね、はいはいはい、320社、はい、そしたらその時に、はい、まあ、90%
98% ぐらいでしょうかね、はい、ぐらいのアメリカ企業が、うん、まあ、ファーウェイ の、 その輸出規制に、まあ、反対するというふうに言ったものですから、うん、まあ、トランプさんはその公聴会が、まあ、日本に来て、うん、あの6月29日に、ね、あの G20 の大阪サミットがありましたよね、はい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 、あれの直前にその公聴会があったもんですから、はい、このままだと、彼の、まあ、大統領としての再選の、うん、まあ、可能性が低くなるというふうに考えたのでしょう、うん、6月29日意外なことに、うん、なんと記者会見でファーウェイへの規制を緩和するというような、うん、発言をしてですね、うん、世界をあっと驚かせたわけなんですよね。そうですね、ね、あれはびっくりしました ね、 しましたね。よっぽど厳しいことを言ってくれるかとものすごく期待してワクワクしてたんですけども、うん、そうでなくなってね、はい、なんだこれはというふうに、ね、なりましたよね。あとあれですね、大豆農家なんかもかなり困って、そうそうそう、なんか物によっては融資が得れなくて倒産する農家も出たりして、結構その人たちがトランプさんに圧力をかけて、これはまあトランプさんの評伝ですからね。その通りですよね。その辺の問題とか、あとアップルだとか例えばアパレル関係も少し そういうのと関連して反対の声を上げてるとか、ちょっとそんな動きあるですね。そうですね、はい、まあ、特にその大豆に関してはものすごく大きな痛手で、はい、っていうのはやはり大豆の農家っていうそのあたりが、まあ、トランプさんの最大の評伝であったわけですから、うん、でその評伝の人たちが、トランプさんの政策にこう反対だというふうに言い始めたわけなので、うんうん、まあ、非常な不景気で倒産、おっしゃる通り倒産する農家も出てきたわけですから、うんうん、まあ、そこで、習近平にですね、まあ、大豆の爆買いをさせようということからですね、うんうん、まあ、非常に微妙な、動きを、うんうん、トランプさんは、まあ、中国に対して行っていて、まあ、非常に高い交換税をかけると言いながら、うん、かけるぞかけるぞ言いながら、うん、その通商協議でですね、うん、少しそれを緩くして緩和させたりとか、うん、そして習近平さんが、まあ、大豆の爆買いをしてくれるように、うん、その方向に持っていこうと、うん、してなんとか評伝を確保しようというふうにやっているというような状況ですよね。それからあれでしょう、12月15日にはまた今度スマホだとか、それから日常品、そういうのにまた関税を上げるという動きがあったりして、もしそれがそうなっちゃうと、今度はいよいよ消費者から特にクリスマスとの関係があって、そうですね、反発出たらやっぱりこの大統領選挙に響くし、だからその辺の行方がどうなるかっていうのは一つの注目ですね。その通りですね、それは私も注目しておりますね。ただ11月22日にアメリカの連邦通信委員会ですか、で国内の通信会社に対してファーウェイと ZTE の製品を使っちゃいけないというようなことを決定したというような報道があるんですけど、その辺はどうなんですか。そうですね、それはあくまでもですね、先ほど申し上げました、はい、国防総省のですね、はい、アメリカの国防総省の、はい、5G に関するですね、はい、このような、レポートが出ておりまして、5G、エコシステムというような、レポートが出ておりましてですね、このレポートの中で、国防総省が、まあ、先ほど冒頭に申し上げましたように 5G において、アメリカは中国に負けているというようなことを言いまして、そのためにアメリカが今できることというのは、どんなことがあっても中国の関連企業をですね、それを、その規制せよというようなこうアドバイスを出しているものですから、このままだと負ける可能性があるということから、そのようなですね、メッセージを今送っているのではないかなというふうに思います。あともう一つですね、はい、ギャラップ社が、実は、世界のトップリーダーとしてですね、最も適切している、適切なのはどの国かというような、国でね、はいはい、国で調査をしてるんですね。で中国ってまあ当然ずっと低かったんですが、うん、ここに来ていきなり中国が上がり始めて、うん、でこれがアメリカなんですけれども、アメリカはすごかったのにドーンとトランプさんになって落ちて、中国よりも下になってしまったんですよ。これはギャラップ社の調査ですので、うん、まあ、かなり信用性が高いということからですね、うん、アメリカとしては、何としても
中国のハイテクっていうこの領域をですね、やっつけなければならないという、うん、まあ、あのかなり強い警戒感が出ているのかなというふうに思いますね、うん、そうするとこの貿易戦争もいつまで続くのか、あるいはその本質ね、まあ、覇権争いとか、まあ、ハイテク戦争とかっていうふうに言われてるんですけど、はい、その辺少し遠藤さん先生などご解説いただけますか。そうですね、やはりあのおっしゃる通り、これはまあ覇権戦争であってですね、うん、あの特に中国製造2025というようなものが、うん、発布されたわけですから、それに向かって中国はまあハイテクと、それから、宇宙の開発ですね、うん、半導体とか宇宙の開発において、うん、まあ、あのアメリカを追い越そうという、うん、あの方向で動いているわけですね。でこれはですね、止まる勢いは多分ないだろうと思います、うんうん、したがってこれはその、まあ、ハイテクに関して中国がとど、うんうん、まることなく何が何でもというので譲歩せずに、うん、まあ、成長を続けるという方向に動くだろうとしますので、うん、あのとなるとまあ2035年とかですね、うん、そんなあたりまではこういう戦争、対立、米中の対立っていうのは続くだろうなと、ここにおいて決着を見るまではですね、うん、特に、まあ、あのその次に来るのは金融戦争ですね、うんうん、あのアメリカは、まあ、ドルの、ドル通貨が、まあ、今世界をね、あの当然のことながら制覇してるわけなんですけども、抑えてるんですけれども、しかし、まあ、これに対して、まあ、人民元でなんとか、国際化して成長していこうという戦略を中国は持っておりますので、まあ、おそらくあのこの金融戦争に関してもしばらく長い間続くだろうなというふうに、ね、考えられます。キャッシュレス社会ですかね。その通りなんです。そうなると。その通りなんです。ね。その通りなんです。デジタル人民元というのをですね、うん、今ちょっとその話はあの控えた方がいいかなと思ったんですが、先生がおっしゃるんでしたら、ね、私もぜひ、あの遠慮なく申し上げたいんですが、まさにデジタル戦争ですので、デジタル人民元というものを中国の国家が発行するような、うん、デジタル人民元というのをですね、うん、これを、発行することによって、うん、まあ、あの、まあ、ちょっと難しい話なんですが、ブロックチェーンという、うん、まあ、一つの技術がありまして、うん、ブロックチェーンという技術を使って、うん、あのアメリカが、まあ、インターネットを制覇してますけれども、そこを回避しながら、うん、避けながら、そのブロックチェーン技術を使ってデジタル人民元の世界を作っていこうというふうに虎視眈々と狙っている、うん、それがもう見えてますので、うん、これはずっと続くなというふうに思いますね、はい、じゃあ話を元に戻しますけどね、はいはい、やっぱりそこで重要になってくるのはあのファーウェイですね、でファーウェイがなぜターゲットになったのか、その辺からまた、そうですね、はい、はい、まあ、先ほど申しましたようにその 5G のエコシステムでですね、あのリポートで、その中国が、うん、あのアメリカよりも勝ってるというふうに言ったのですけども、どんなことにおいて勝ってるのかって言ったら、インフラ、これは基地局ですね。基地局ね。基地局ですね。基地局というのは我々あのスマホでこうであの話をしますけども、うん、アンテナがこう立ってますよね。あ、なるほどね、うん、あの電波が来るか来ないかっていう、 そうですね、あの電波走ってるのがまあ基地局なわけですね、うん、その基地局に関して2017年までの2G、3G、4G なんですが、ファーウェイがまあ圧倒的ですね。次エリクソン、ノキアで、これ ZTE また中国ですね。あ、また中国ね、はい、それ合わせるとすごいですね、サムスンで、うん、合わせると大変なことになりますね、うん、でここの中にアメリカ企業がない。あ、ないんです。ない、アメリカの大手企業がないと。そしてこれがじゃあ今は違うだろうと思うかもしれませんが、そうではなくて2018年になりますと、1位だったファーウェイはもっと大きくなる。あ、もっと大きくなった、はい、たった1年で。そうなので、2位だったエリクソンももっと大きくなって、うん、でその次は少しずつ減りながら、こちらがシェアを伸ばしてるんですね。それはどういうことかと言いますと、うん、2G、3G、4G というですね、うんうん、この基本的な基地局を作ったら、うん、基地局を作るのにはものすごくお金がかかりますので、かかりますね、基盤作るわけだからね。そうなんです、基盤を作りますので、うん、そうするとそこに設備投資をしますから、うん、この設備投資をしたものを全部取っ払ってゼロから他の会社のにするかって言ったら、それは大変なお金がかかることですので絶対にやらない。そうすると
先ほどの、うん、もう一回これを、うん、あの通じ法人のこちらをもう一回見せてください。こちらのですね、うん、先ほどのですね、うん、ここにありますその 2G、3G、4G ですね、うん、この時に大きかったところ、うん、ここは必ず大きくなるんですよ、うん、そこをちょっと改良すればいいだけだから。なるほどね、持ってるわけだからね。そう、持ってるわけだから、ちょっと改良すればいいだけで、そういうこの循環、悪循環といいますか、彼らにとってはいい循環かもしれませんけれども、そうですね、28から31になっちゃったわけですからね。そうなんです、わずかであったとしても伸びる、すごいですね、伸びるばっかりなんです、うんうん、っていうのはもう元々あったものを全部取っ払ってゼロからインフラ投資をするっていうことはどの国もやらない、うん、ものすごく高いですから、これはね、お金かかりますから、うん、そうするとですね、うん、この段階でアメリカの企業がないということはもう決定的に、うんうん、不思議ですね、不思議、まか不思議でしょ、ね、こういう話ってなかなか聞けない話ですけどね。そう、これがなぜっていうのを分析したのが私のその先ほどのご紹介くださった、ね、あの米中貿易戦争の裏側っていうあの本なんですね。だからアップルが強いとかね、Google が強いだとか、アマゾンが強いとかっていう話と、そう、またこれ別世界、ね、別世界の基地局だから、元々の。そこがね、その違いって一体何なのか。そう、ガーファっていうのは、ね、あれは、うん、そのビッグデータを持っているアプリケーションで、うんうん、で、これは基礎中の基礎の基地局を持っている、うん、電波を上げますよというものですので、うんうん、これがアウトだったら、うん、もうアメリカの方ではどんなに頑張っても無理なので、うん、もう 5G 諦めようと。6G と 6G ですね、そっちに行こうかというふうにやるぐらいですね、うん、まあ、今非常に厳しい状況になっている。そうするとね、今いろいろ問題になっているのはですね、はい、個人情報だとかビッグデータがどんどん集まってきて、それをどうも中国から抜かれるんじゃないかって議論があるんですが、その辺は どういうふうにこう整理したらいいんでしょうか。それはですね、ビッグデータというのは、うん、これはいわゆるそのアプリケーションといいますか、はいはい、これは我々がスマホを使いますね、はい、スマホの中に入っているアプリケーションなんですね、うんうんうん、アプリなんですね、はい、アプリ ね, アプリね、はい、それをダウンロードしないと何も更新ができない、Google、なんか強かったり ね,、うん、Google とかね、更新ができないわけですね、うんうん、で、スマホ自身というのは、うん、これは例えて言うならば、ね、まあ、一本の鉛筆に等しいんですよ、ね、なるほどね、この鉛筆でスマホはね、そう、鉛筆で、まあ、ここにこうなんか紙ありますか、ここに書いちゃっていいですか、うん、例えばこれがまあ白紙だとしますと、うん、この鉛筆でですね、うん、ここに何かしらのこういう印をなんか書いたとしますね、うんうん、書いたことによってこれが情報を持つわけですよ。なるほど。ここに例えばその A と書いたりとかですね、うん、なんか書くことによってこれは何かの秘密情報を持つかもしれない。したがってこの鉛筆、これはまあ鉛筆だとすればですね、うん、鉛筆自身は何も情報を持ってない。なるほど。この鉛筆が書いたものが情報を持っている、うん、ということは、情報を持っているこちらの方はこれはアプリなんです。で、スマホはこの鉛筆なんです。だからスマホ自身が何かデータを持ち得るということはありえないんですね。だからよくね、スマホになんかチップが入ってて、そう、そこからどうとかってよく聞きますけど、そうじゃなくて、例えば Facebook だとか、そう、Google だとか、その、そういう中にいろいろ入ってて、そうです、その情報をどうのこうのということなんですね。そういうことになります、で、ファーウェイっていうのはそういうビッグデータを扱っているものではないので、なるほどね、まあ、中国で言うならば、BAT って言いまして、うん、BAT なんですが、Baidu、うん、アリババ、テンセント。あ、そっちが、うん、これがビッグデータを持ってる。でもなんかものすごくもう、ファーウェイばっかりがこうターゲットに、ねうん、なって、ってるってのは今言ったようなやっぱりすごい基地局だとか、基地局とか、あと国境に関してですね、国境、この必須特許、これは国際標準を決めるため の特許なんですが、あ、これ特許、そうですね、 5G の特許、 5G に関する必須、必須特許なんですが、この件数がファーウェイが一番多いんですね、次ノキア、サムスンとこういうふうに韓国勢が次に来るんですけれども、ね、まあ、それにしてもファーウェイと ZTE というのがここに来てて、うん、アメリカはまあここにカルコムとかですね、インテルがあるんですが、すごくこう、特許数に関して少ないんですよ。本当はここがものすごく多くなければ困る、普通はね、
ね、そうじゃなくてね、ドンとアメリカがこうね、出てると思いますけどね。現実は違うんですね。現実は基地局はなでも違うよというふうになるはずなのに、そうではない。で、これはですね、国別です。特許数の国別で、アメリカここですね。日本はこんなですね。あ、日本はこんなですけども、なんか中国と韓国はすごいですね。そうですね。日本はちょっと論外としてですね、アメリカと中国を今見ますとですね、アメリカは、なんと恐ろしいことに 4G の時にはまあまあだったのに 5G になると少なくなっちゃったってことですよ。韓国よりも下に、もちろん下ですよ。下ですけれども、さらにその嫌なのはですね、どんどん進んでいかなければならないのに 4G の時よりも 5G の時の方が少ない。で、中国はもちろん 4G でも多いし 5G でもすごくこんなにこう多くなってる。中国は多くなってるんですね。 4G よりも 5G が多くなってるということは成長してるということになりますね、ハイテクにおいて。なるほど。で、こちらはハイテクにおいて、やや負けてるという感じになりますでしょ。あ、なるほどね。だから、だからそういう意味で言うと、例えば安全保障上の理由でアメリカがね、中国のものを使うなと、まあ、言って、まあ、日本とかオーストラリアなんかもそういうふうに協力してますけど、そうでない国はみんなこう中国のやつをね、ヨーロッパも含めてね、使いますと言って、このシェアとしたら中国のシェアが世界的に見て大きいっていうのはそういうことからですかね。そうですね。それとまあこの特許数はですね、実を言いますと周波数をどうするかという国際標準を決める争いといいますか、そこにこう影響してくるんですが、中国はどちらかというと低周波数領域、はい、そしてアメリカはですね、高周波数領域をこう取っていると。そうなんですね。で、低周波数領域というのは、低周波というのは音に近いんですよ。こんな紙があったとしますね。で、私がこういうふうにこう喋ったとしますね。それでも向こう側に聞こえますよね。ところが紙がこう1枚あった時に、あるいはこれでもいいんですか、こうあった時に光がこちらにこう来ますと、ここは影ができますでしょ。で、野原に人が1人立ってるとお日様が照ってたから必ず影ができますね。でも人が1人立ってる前にもう1人人がいて、後ろ側から喋っても聞こえますね。これとっても怖い話なんですよ。どういうことかというと、高周波数っていうのは光に近い、で、低周波数っていうのは音に近い。ということは、低周波数であるならば、ビルがあっても遮られない。遮られにくい。はあ、遮断されにくい。あ、なるほど。ということは、我々よく、電波がちょっと遠いんだけどって言って、ビルの中だから、ビルの中ですから、ビルの中だから、地下鉄だから、出てからなんて、ね、出てからみたいなことを言いますね。これはまさにこの話なんです。あ、そうなんです。そうなんです。ですから、まあ、こういう点においてもですね、アメリカがまあ低周波数領域を、中国に取られてしまって、高周波数領域だけしか、まあ、使えないというような状況にあるっていう、まあ、使えない、そちらにこう重きを、置かざるを得ないというような状況に今追い込まれているのはですね、これはやはり先ほどの特許数ですね、特許数がどうなのかということによってですね、その国際標準を決める会議があるんですけども、国際的なね、国際会議があるんですが、まあ、そこの中で特許数が多いところが、発言権が大きくなるということで、世界の、デジタル化のあるいは 5G の、方向性を決めていく。だから特許数が多くなきゃいけないんですよ。それからですね、まあ、今度香港問題、はいはいはい、行きましょうかね。はいはい、で、区議選挙って、ね、あって、で、民主派の議席が相当伸びましたので、勝ちましたね。ね、すごいですね。その辺も含めて解説お願いします。はい、承知しました。香港問題のですね、いわゆる逃亡犯の改正案っていうのが、まあ、中国政府、北京政府から出されて、香港政府が、あたかも香港政府が主導的に言ったような形で改正案を提案したんですけれども、まあ、それに対する反対デモっていうのが起きたんですが、
なぜこんなことを習近平がやらなければならなかったかというと、実を言いますと、香港の最高裁の、判事たちですね、それは最高裁判長以外は、みんなその外国人であっていいというふうになってんですよ。外国人、外国人であっていいんです。そのためにですね、今17人の裁判官のうち15人が外国籍ですね。外国籍なんですよ。外国人が裁いてるんですよ。我々日本の裁判所で外国人がその辺にいてですね、問題ですね。問題ではもう話にならないでしょ、だけど香港の場合はそうなんですよ。でそのために、民主化運動のようなことをする若者たち、あるいはそのトップリーダーが捕まったところで、せいぜい懲役1ヶ月とか、あるいは3ヶ月ぐらいの、最大で3ヶ月ぐらいの懲役刑を受けるだけで、あとはもうニコニコしながらこう出てくるわけですね。なるほどね。そうするといつまでもいつまでもこの民主化運動が静まらないということで、彼らを民主化運動 のリーダーたちを中国大陸の方に持って行って、中国大陸の法律で裁いてやれと、そこの裁判所で裁いてやれと、こういうことからですね、逃亡犯の改正案っていうのをこう出させたわけなんですが、あれだけの反対を、反対にあってですね、それを押し切ることはできずに廃案になって、おまけに今般この、区議会選挙といいますか、区長選でですね、民主派が圧勝したという状況になりましたので、デモをする側もかなり暴力的になってきましたから、そうなると市民の反発を受けて、我々の若い時代のゲバルト学生といいますか、ゲバ学生ですね、そのような形になるのではないかということが、一部では懸念された、だけどもやっぱりあまりにその、警察側があまりに残虐であったということからですね、やっぱり若者たちの、叫びを、市民側が組んで、そして民主派が圧勝したっていうのは、これはすごい話だなっていうふうに思いますね。なるほど。そうするとどういうふうに今後展開するんですかね。そうですね、どういうふうに展開するかっていうことになりますけれども、結局1997年に一国二制度が採用されるようになって、50年間は一国二制度を保ちますよっていうことだけど、2047年には完璧に二制度ではなく、完璧に中華人民共和国の体制の中に入ってしまうわけですね。そうするとあと何十年間、二十何年間の間、今22年間経ちましたけれども、あと28年間の間のためにだけ、この民主的な状況を作って、どんなにあがいたところで2047年の7月1日になりますが、6月だから29日、30日になろうかと思うんですが、その日までしかもうこの体制はないんですよ。完璧に中華人民共和国の体制の中に入ってしまうわけですよ。で、それを覆すということが可能か、すなわち香港が独立するというようなことですね、それが可能ならば、それはもろ手を挙げて、賛成したいし支援したいし、頑張ってほしい、徹底して頑張ってほしいと思うんですけれども、ここのところは非常に難しくてですね、そうは言っても少なくとも、2047年ですね、50年間はどんなことがあっても、香港の高度な自治を認めると言ったのだから、約束したのだから、高度な自治をギリギリまでは認めろっていうのが正しいのか、いやいや、いずれその翌日には中華人民共和国の中国共産党の一党支配体制の中に入るんだから、だからどっちみち同じだと、で少しずつ慣れていった方がいいと、マカオなんかがそうなわけですよ。マカオは同じように一国二制度で、マカオ、特別行政区ですね、中華人民共和国の。だけどマカオでは全然その、反対デモが全く起きてないですよね。民主化運動なんていうのは一度も起きたことないんですね。でむしろその、香港の基本法の第23条にその安全保障に関する法案があるんですが、これと同じものをマカオに対しても要求したところ、香港では2003年にそういうのが要求されてですね、で香港では激しい抗議デモが起きて、そして結局のところ廃案に持っていったんですが、
マカオの場合は逆にそれを喜んで受け入れますと言って、うん、北京政府の要求を受け入れたんですね、うん、でそれはなぜかというとマカオっていうのはカジノで儲けてますの で、うん、でとってもリッチなんですけれども、うん、まあマフィアとかいろいろいますから、うん、安全保障に関するいろいろなものを中国政府がこうやってくれるっていうんであるならば熱烈歓迎と、うん、でその暴力団の抗争もなくなりますのでね、うん、そうすると観光客がたくさん来て、うん、自分たちも儲かってっていうふうになりますから、うん、それを歓迎するというようなそういうようなこう、同じ一国二制度でも違う状況にある、うん、そうするとどちらをその進めるのが そこにいる市民たちにとって賢明なのかという問題も一方ではあるかなというふうに思うんですね。そうですよね、特に中国における台湾の経済的なシェアっていうのがだいぶ昔に比べるとシェアが落ちてきてるでしょ、うん、でむしろその深圳だとか、うん、他のところのが経済的に発展してきて、うん、それで香港自体が、うん、特にその貧富の格差、うん、貧富の格差が大きくなって、そうなんです。で学生でいい学校に入ってもなかなかいいところにもさえ就職できない、そういう不満が若い学生たちの中に実は根底にあって、おっしゃる通り、そういう問題になったというのがあるんですよね、うんうん、おっしゃる通りですね、うん、香港の貧富の格差というのはものすごく激しくって、うん、ジニ係数が 0.52 とほとんど世界のトップクラスぐらい貧富の格差がですね、大きいんですね、うん、でそれに比べてまあマカオというのは、1人当たりの GDP がほとんど世界一なぐらい豊かですよね、豊か、ものすごく豊かで、カジノやってますからね、そう、いろんな福祉関係に関してもあれ、そう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 、豊かな福祉をやってますしね、それから、毎年一人につき13万円あげるんですね、税金ないですよ、うん、ただであげるんですよ13万円取ってくださいと、受け取ってくださいと言ってあげるんですねですからそれは不満が出ようもないですね、うんうん、だから香港の貧富の格差っていうのをこれをなんとか香港政府自身が、ね、改善していかないと、うん、まあ、非常に厳しい状況にある。しかしまあ、今やはりその中国のような一党支配体制をずっと維持しているような国がですね、言論弾圧をして、そういう国が世界を制覇していくということに関して、私たちは常にそれを用心してなければなりませんね、警戒しなければなりませんね。中国のようなその言論弾圧をする国がですね、世界を制覇するということになったら、我々日本だってどんな状況に追い込まれるかわからない。そのことを考えるとですね、まだまだいろんな可能性があって、ひょっとしたらひっくり返る可能性もないではない、うん、民主というものが香港をコアとしてですね、一党支配体制が何らかの形で崩壊した時にはですね、この香港というのが非常に大事な、主力のようなですね、素晴らしい場所にこうなっていくわけですよね、うんうん、それを私たちはどのように位置づけるのかということも考えなければならないかな。それで話をボンと飛びますけど、はいはい、やっぱ最近の話題は韓国が GE ソニアをやめなくて、はい、これからもまあしばらく継続するということになりましたけれども、その辺のですね、韓国と北朝鮮、またアメリカ、中国、その辺のまあぐちゃぐちゃしてるんですけど、そうですね、その辺の遠藤先生内の誤解説を、はい、もう私もこの韓国のこの右往左往と言いますか、はい、もういい加減にしろというぐらい、うん、もう呆れ返っていると言いますか、うん、ギリギリまでそのジーソミアを放棄して、うん、これを撤回することはないと言っておきながら、うん、その、この締め切りのですね、うん、執行するというその時間の、まあ、数時間前になって、うん、急遽コロッと変えてですね、うん、いや、やっぱりその、放棄は撤回するというようなことを言ったわけでしょ。でまあ、そういう陰にどういうその力が働いたのかということに関しては、おそらくですね、うん、私はなぜひっくり返したかと、韓国が、うん、まずですね、うんうん、まず韓国がなぜひっくり返したかということに関しては、おそらくですね、軍の力が強いと思うんですよ、うん、韓国のね、韓国の軍っていうのは、韓国の軍っていうのは、うんうん、ものすごくアメリカとは義兄弟のように、そう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 、もう仲がいい仲がいい、うん、私は筑波大学でもずっとその、うん、留学生が韓国人留学生等も中国人留学生を中心としてですね、うん、
欧米に留学して帰国した人、うん、だから日本に留学して帰国した人たちの留学効果に関する比較調査をずっとやってきたんですね、うんうんうん、で韓国の場合は、はい、あの本当にあの軍に関する人たちは、うん、ほとんどアメリカに行ってる、うん、でアメリカ帰りのエリートが、うん、軍の制服組になってるんですね、うん、で日本に来る人たちは大学に就職する公務員になるっていうのも多いんですけれども、うん、そういうことからも見えるようにですね、うん、もうアメリカとその、韓国の軍隊との蜜月ぶりというのは尋常ではないので、うん、まあ、あのアメリカの軍隊エスパーさんとかですね、うん、いろいろたくさんの人たちがもうガーッと行きましたね韓国にね、うん、だからそれに対してやはり国防関係の人たちが、アメリカの言うことを聞かなければならないという、うん、こちらの声の方が大きくなったんじゃないかなっていうふうに私は、うん、あのひっくり返った理由はそうだろうと思うんですが、うん、もっと大きな形でその東アジアの地殻変動ということをこう見ますとですね、うん、そうですね、はい、やはり、中国としては日米韓この3カ国の安全保障上の連携というのがあると、うん、対中包囲網を作りますから、うん、それは絶対に嫌なわけですね、うん、で何としても日米が罹患したり特に日韓が罹患してくれると離れてくれると、うん、喧嘩してくれると非常に嬉しいと思っているので、うんうん、まあ、日韓が非常にこう険悪な状況になりましたので、うん、まあ、それも中国は後ろで糸を引いているというふうに私は思っておりますが、うん、まあ、非常に中国はしめしめとこのように思っていたわけですね、うんうん、だけどまあ先ほどのような、その逆転返しがまああったわけなんですが、うん、北朝鮮もそれからロシアもですね、うん、やはり、この朝鮮半島といいますか、うん、朝鮮半島のところの一角にだけ一つだけアメリカ系列の国があって、うん、地政学に行ったら、そのすぐ上には北朝鮮そしてロシアがあり中国がありと、うん、ほとんどまあレッドチームですね、うん、レッドチームの国々が、そこにこうある中で、うん、一つだけ韓国がまあアメリカ系列であるというのに対して韓国はまあ地政学的にあの自分自身が脅威を感じているっていうところはあろうかと思うんですね、うん、そのために中国とロシアと北朝鮮この3カ国がしっかりこう連携を取り合ってなんとかその韓国を追い詰めていこうという戦略でずっと今まで動いてきたんですね。でまあ、かなり彼らの思惑はかなりいいところまで行ったわけなんですけれどもしかしまあここに来てどんでん返しがあってですね結局のところまあアメリカの力と韓国軍の力というものがまあ強くなったのかなと思いますがしかしそもそもですよ韓国がその徴用工のねこの問題でその1965年にですね、うん、あの日韓の請求権協定というものが結ばれて、うんうん、そしてその時にまあ日本が莫大な、うん資金をまあ出してですね、うん、そして二度と再びこの徴用工の問題、うん、あるいはその、この請求権ですね、うん、こういうようなものに関してはあの二度と再びそういうことは要求しませんと放棄しますと言って誓いを立てたわけですよ、うん、そうですね、であの日本は8億ドルも、はい出したわけですよ、うん、そこでケリがついたわけですよ、うん、で特にですね2005年ノムヒョンさん、うん、ノムヒョン政権の時に、うん、これはムンジェインさんが、まあ使えた人ですけれども、うん、あのノムヒョン大統領の時に2005年にですねやはり徴用工の問題があってこれに関してノムヒョンが、この個人のあの犠牲に関して保障するというのは、うん、これは韓国政府の問題であると、うん、正しいことを言ったんですよ。そうですね、韓国政府の問題なんですよ。だって日本はちゃんともう終わっちゃってるわけ、もう終わったんだから、もうケリをつけたんだから、してるわけ、そうなの、はい。で、お金はもらったんだから韓国政府が、そしたら韓国政府の責任において、うん個々人の徴用工で、まあ、自分が犠牲になったというんであるならば、その人たちにどうぞ韓国政府が責任を持ってちゃんと保障してあげてくださいということ以外は言えないですよね。うん、で、ノムヒョンはそうすべきだと言ったんですよ、うん。政府にその責任があると言ったにもかかわらず、もうすぐさまあのそれが変わってしまってですね、うん、あのまあ、小泉さんの靖国参拝とかなんかかんかでこう、うん、反日ムードが、それでまあ今日こういうふうにひっくり返ってしまったということでですね、あとはまああの最後にですね、
米中のこういう狭間の中で、最後は日本はどうすべきかということを、まあ、一言お願いします。それ私は声を大にしてちょっと言いたいんですね。というのはですね、まあ、結論から先に言いましょうか。はい、結論から先に言いますと、はい、私は、習近平さんを国賓として日本に招くということは反対です。うん、絶対に反対です。なぜかと言いますと、ここにご覧いただきますように、これは中国の商務部が出したものですが、1993年に、天皇陛下が訪中なさってですね、それによって、1989年に、まあ、起きた天安門事件に対する、西側諸国の、対中経済封鎖というものが解かれてしまった、解除されてしまったんですね。でご覧のように一気に天皇陛下の訪中によって一気に中国がですね、外国の資本を、そう、ごめんなさい、ありがとう、外国の資本がですね、一気に、中国に流れ込んできた。それによって中国はガーッとこう経済成長して、今日の経済成長というのはこの日本がもたらしたわけですよ。そうですよね。ね。協力しましたしね。そうなんですよ。松下とかいろんなところも含めてね。その通りなんですよ。そうそうそう。新日鉄とかね。そうそうそう。はい、その時はもう、おっしゃる通り、その時は1989年の7月からもう始まって、90年も91年もこうやってるわけですね。今おっしゃった通りにですね。はい、で、最終的に92年の10月に、まあ、天皇陛下の訪中というのがあるわけなんですけれども、これによって、2010年に、中国の、GDP というのが日本を超えてしまって、今や日本の GDP は中国の3分の1ぐらいに、落ち込んでしまっている、そのような状況をもたらしたのは日本で、今中国が、日本にニコニコしているのは、アメリカとの間で非常に困っているので、そうですよね、制裁を受けて困っているので、だから日本にニコニコして、で、日本との貿易を盛んにしたり、日本から技術をいろいろともらったり、あるいは半導体を輸入したりしてですね、そして、中国がダメージを受けないようにしようと、ハイテク、産業に関してダメージを受けないようにしようというので、安倍さんにニコニコしてる。そうすると、それに対して安倍さんが、はいはいと、日中の国交、日中関係は、まあ、非常にこう、正常な、軌道に戻ったというようなことをおっしゃってですね、で、その習近平をまあ国賓として日本に招聘するということはね、結局国賓として招聘するということは、今の我々にとってはやはり神聖な存在であるその天皇陛下ですね、即位なさったばっかりの天皇陛下が、その謁見をするということになりますので、ということは日本国民の国費を使う、それからその天皇のその存在っていうのは、まあ世界にとっては天皇ブランドってすごいんですね。はい、ですからだからこそこのように、天皇陛下の訪中によってこんなにまで世界中が変わってしまうぐらいですね、大きい変化をもたらしますので、今この段階で、習近平を国賓として招くということは、今度はアメリカを凌駕しようという中国を日本は応援する、そして日本が一生懸命応援して、中国がアメリカに負けないように、キャッチアップして、やがて、言論弾圧をする国が世界を制覇するという方向に一生懸命日本が持っていってるのに等しいので、私は絶対に反対なんです。どんなことがあっても先生、反対なんです、これは、ね、で天皇陛下をこういう言葉は使いたくありませんが、政治利用することにつながるのではないかなというふうに思いますので、まあ、我々にとってやはり即位なさったばっかりの天皇陛下というのは神聖な存在ですよね、その方をですね、まあ、政治利用して、まあ、して言わんや中国がまあ世界一になっていくようなことを助けるというようなことは絶対にやるべきじゃない、そのように思います。はい、ということで、時間も来ましたので、どうもありがとうございました。今日はいろいろたっぷりと、いろんなお話をお聞きしまして、本当にどうもありがとうございました。いいえ、ありがとうございました。どうもありがとうございました。